義本没年不詳は、春天王とを最後にして、第三代琉球国王とされる人物である。在位11年から1259年。信号は不伝。父、春馬淳、広氏の死後、44歳で即位したが、国内に、飢饉や薬病が流行した。軍神の勧めで、英祖に政治を任せたところ、最悪は収まったため、英祖に王位を譲ったとされる。これにより、 英雄を外する英雄王塔が始まり、春天王塔は滅亡した。退位後の疑本の消息は不明であるが、沖縄本島や奄美群島各地に彼を葬ったと伝えられる墓が存在している。先代の春天王塔各王と同様に、琉球国中三王は、司書による追風王である。東、女観順は、基本という名前の意義を不明とした。義本と、 彼を含む春天王党の名前は、おもろさ牛や、歴代法案に見受けられる、琉球人の名前における漢字、か表記とは特殊で、後世になって付けられた送り名ではないかと思われる。中山ヨプは、義本の姓を、源としている。信号は不伝。義本は、彼を含む春天王党と同様、存在さえ不明であり、実在しない、伝説上の人物と考えられる。 春天王と三代目にして、最後の王と伝えられ、中山予感によれば、春馬淳、広氏の第一王子として、1206年に生誕したという。春馬淳、広氏を父としていることから、義母は、春天の孫にあたる。春馬淳、広氏の死後、1249年に44歳で、即位し、父より、琉球国中三王の三代目を引き継いだとされる。 しかし、その翌年に国内に飢饉が、さらにその翌年から薬病が流行し、国民の半数が死亡したという。ジョージ・エイ・チカーは、辞書、琉球の歴史において、日本では台風や地震による被害を受け、さらにヨーロッパでも天候不順で飢饉に陥り、ペストが流行するなど、この時期は琉球はもとより世界的も災難が訪れていたと述べている。 この国情を憂いたギボムは軍心を呼び集め、徳のない自分の代わりに、誰に国を譲るべきかを問い下したところ、皆は英ソを推薦した。試しに英ソに政治を行わせると、最悪はやみ、国は大いに収まったという。1259年、英ソが摂政を務めて7年目、在11年にして54歳のギボムは、英ソに大いを譲ったとされる。 彼が統治していたとされる時期は、小規模のグスクが各地に点在し、まだ沖縄本島全域を統治するに至った人物は現れていないとされる。中山ヨプによれば、天孫氏王党が王城を首里に築き、それ以降の王党も首里城を居城としていたというが、義本らの春天王党は、裏添城と伝えられている。中山ヨプによれば、退位後の義本の消息を不明と伝え、 彼の母や日、生死も不伝とある。しかし、基本にまつわる伝説や墓が、沖縄本島や奄美群島にも言い伝えられている。公説の各地の儀本王伝説と、両母を参照。中山予感、中山予布、九尾といった、琉球の生死や、中国側で表された、女歩行の中山伝身毒にも、基本は英祖に王権を上位したと記している。 糸数検事は、中山予感と中山予プそれぞれにおいて、基本の英祖への前情に対する評価が異なることを指摘した。中山予感は、徳を備えた英雄に王位を譲ろうとした疑本が、いたからこそ、英祖は王として存在し得たと評価したが、中山予プは、国が最悪に陥った状況下で、徳を治める努力もせず、 自分に徳がないと憂いただけの疑問は、元から王になる資質を備えていなかったと批判している。評価の異なる理由として、中山予感の主編者である、羽地朝、朱と中山予プのサイオンが学んだ儒学の違いによる、ものとした。歴史学者である伊波浮遊、イハフユ東女漢順、ヒカ春長、高ー倉吉、ジョージ・エイチカーラは、基本の王以前常説について肯定的化。 あるいは一応否定的に捉えているものの、詳細に分析や考察を行っていない。そこで、井上秀夫は英祖によるクーデター説を提唱している。理由として、日本の前情について書いた、琉球の生死は信憑性に乏しく、日本、側から調査する必要があることを挙げた。カーは、日本の知性に発生した、基金 薬病が琉球のみならず世界中で起きていたと述べ、井上は、世が世ならば平穏に過ごせていた義本に、この災難を克服するほどの政治手腕はなく、英祖が情勢不安の中に追い込まれた義本をうまく利用したのではないかと推測している。さらに、退位後に消息不明となったにもかかわらず、義本と伝えられる墓が存在していることも挙げ、もし実際に多いを、 平和裏に譲ったのならば、英宗を葬ったとされる、裏添えよどれのような立派な寮母を造営し、後世にわたっても墓の管理を怠らなかったはずであるとした。次に、井上は、琉球の聖子が1609年の薩摩、侵入以降に編纂されたことも理由に挙げている。聖子の作成段階で、少なからず、島津氏から検閲を受け、事実を書けない状況に置かれていたとし、 島津氏が同じく、源氏の流れを組むと伝えられる、春天王党が英祖という地元の人間に滅ぼされたとなると、自尊心を傷つけられ、クーデターを認めるはずがなく、歴史の改ざんが行われていたであろうと述べた。玉城資角の縄文、地図沖縄本島南部の玉城城に日本にまつわる伝説が残されている。退位後の疑問は、天津に、甘次と言われる玉城に現れ、 自分の不徳を天にわびようと昇進自殺を図った。城内で焚き木を積み上げ、その上に座り、進化に火をつけるよう命令した。しかし、義本に燃え移ろうとした時、突然空が曇り始め、大雨をもたらした。これにより、昇子は、免れ、失意のうちに進化と共にキロについたが、大雨による増水できた道が川となっていたので、疑本は仕方なく泳いで渡った。 この渡った場所が泳ぎ口と呼ばれ、後に植えず口となったと言われている。義本の直系子孫と言われる花崎家の伝承によれば、国神村のヘドに陰遁し、時世が落ち着いてから読谷村の背中に渡り、晩年は北中ぐすく村中順で没したという。国神村ヘドに逃れた義本は、野呂との間に男子を設け、それが第二直し、直江王の祖先であるという。 また、ヘッドに向かう道すがら、道村の助手という集落に立ち寄り、幸の上と呼ばれる場所の井戸水を飲み、ここが当地区発祥の地と言い伝えられている。さらに、道村の与那な集落でも、ヘッドへ行く途中に、現地の女性との間に二人の子供を授かったといい、一集落には、義本が海から上陸した浜と、水を飲んだ川や登ったとされる山があるという。 鹿児島県の奄美群島にも、義本王伝説がある。奄美大島の芝家によると、大後の義本は天谷島に渡り、当地に定住した。その子孫が芝家となり、義本の子、次義美が奄美大使と称したとされる。また、機械島にも、自分州伝説なるものが存在し、自分とは義本の天下とされ、衆は後期の人に対してつけられる損傷。 すなわち、主と会される。また、田玉家系図によると、義本王の着手は、ああさいよいよしまあ長にのに密かに隠れたと、記されている。沖縄県国神郡国神村の平イに所在する、義本王の墓。地図ナスの歌たき。奥に、春天王と三代の王を葬ったとされる墓がある。地図義本を葬ったと伝えられる墓は、知られている中で、 沖縄本島北部の国神村に7カ所、中部の北中福村に1カ所、そして鹿児島県奄美群島に2カ所、計10カ所に点在している。退院後の疑本の消息は不明であるが、それが、人々の関心と同情を買い、その後、疑本とゆえがあると称する者が墓を設置している。沖縄県国神郡国神村のヘドに、疑本を葬ったと伝えられる墓がある。これは、 ヘド玉オと呼ばれ、高さ約1メートルの石垣で囲い、その中に建て、横約1.8メートル、高さ約3メートルの石造りの墓が築かれている。明治初期に第二直しによって改修させられ、墓は近代的な構造になっている。基本がヘトに住む作く魔化の家宅をかぐるにしたと言われ、小木王時代以降に当家が墓守に任命されたと言う。 道県中上郡北中ぐすく村の中順に、ナスの宇タと呼ばれる宇タがある。その中に、石垣があり、その奥の岩が東温竹の本体である。さらにその岩の上に、春天と春馬順、広氏の二人の王を葬ったとされる、コンクリート製の墓が存在するが、義本も葬られているとされ、ナスの宇タは、義本王の墓とも呼ばれている。 国神村ヘド以外にも、道村の位置には、一つ墓と呼ばれる墓があるが、文化財保護委員会による調査で、日本のものと思われる遺物は発見できなかった。また、道村の助デや半地地区など、さらに、天み群島にも日本と伝えられる墓は所在している。ありがとうございます。